なった。いや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 、嘘嘘。え、あ、よかったよかった、発見本人だ。で、あ、行き違いがいる。嘘だ、行っちゃったよ。あー、行っちゃったよ。あー、これもうどうせすぐ来ませんからね。あー、やっちまった、やっちまったよこれね。反対側の列車もね、ゆっくりと閉塞枠の待ってますけどね、もうね、もはや後の祭りという言葉以外何も浮かんできませんからね。いやー、嘘だー、行っちゃったね。ちなみにこれな、真岡駅はどっから乗ったらいいんだろう。 あれ完全に反対側だね、こっちから乗れないんだな。ああ、あっちに駅舎がある感じね。あ、そういうパティーンね。ああ、ぐるっと回って入る、うん、ああ、おみくじそりゃ今日だったもんな。あれ、あそこでそんな迷ってなかったらね、バスターミナルパッと見て、よし、もうこっちに来ようって言っとったら間に合ったよな。え、次、これが、北方幕張駅ってとこらしいけど、え、時刻表はある？ちなみに一応しか来ないのに、めちゃくちゃホームやんなんかよね。え、時刻表ねえな。そしてこれは向こうからは行けないな。え、マクワウリ発祥の地、うん、もうもはやマクワって言っちゃってるもんな。あ、信長が愛さんだね。とりあえず駅前行って時刻表見てみよう。で、場合によっては駅間散歩しちゃう。いや、もう今から歩くのきついよ。あと多摩鉄道の駅間って多分結構あるからね。いや、久しぶりに心折れたな。もうあの転鉄機並みに心折れてますよね。もう俺はもう線路ひっくり返せないぜってね、私もこれ以上はもうちょっと歩くのしんどいよ、うん、これ以上歩くのはしんどいぜ。マジかー。ただね、多分事前に調べとったら、まあ、ギリギリやってて多分道中をダッシュして、駅間ダッシュみたいなね、企画になっとったのかもしれませんけどね。しまったな。信号1回分でしたもんね。神人、なんか1回分でもダメか。あそこで失敗しとったから。結局駅にはどっから入ったらいいんだこれ。骨董屋さんもある。金土日だけ営業するんだ。そこは石材店ね。私前から疑問なんだけど、石材店さんってお墓を売ってるイメージは強いんですけど、墓だけでそんな、言い方悪いですけど、そんなボコスコ立つもんじゃないじゃないですか。あれ、どうやって経営成り立つんでしょうね。で、例えば車屋さんだったら、車がもちろんボコスコ売れればね、いいんですけど、そうじゃなくて、その売れた車のメンテナンスでね、継続してお金が入ってくる車検とか、
あとはオイルの交換とかね、そういったものを継続して、ね、そのまま人に、その買ってくれたお店でやってもらうことで、継続して取れるんでっていう、ところがあると言いますけどね。石屋さんってそんなメンテナンスするものもないやろし、さあこれ時間みんな超えな。軽井鉄道は多分名称線といい線張れるはずですからね。怖いよこれ。あ、ここはもう元寿司なんだ。へえ。北方町ではないんだ。へえ。お、垂水カラーの自販機が置いてありますよ。はあ、お、1号ポストも置いてありますよ。で、ここら辺のコミュニティバスは何なの？元寿司 A バスになるんだ。CA バスなんだね。で、北方幕張駅窓口の営業時間は18時までです。あ、火曜日、金曜日の15時から18時。めちゃくちゃピーキーね。週2のしかも3時間だけなんだ。で、1円玉5円玉使用できませんとかなんか書いてありますけど。で、ですから運賃箱で支払うパターンかな。で、ご利用いただきありがとうございます。3月14日で営業時間を下記のように変更しますね。火曜日金曜日15時から18時ってすごいな。で、補助制度もできましたよ、揖斐川町の方はね。で、問題はね、時刻表なのよ。まず、大垣まではね、390円、あ、だから、言っとったルート、550円のルートよりは安いから、これは正解だった。これは正解だったけど、今言ったのが、17時、16時58分だろ？次は、でも22分に来る。17時22分に来るわ。ここを25分ぐらいで、24分で、感覚で来る。よかった。なんとかなるわ。24分だったら、ちょっと一回散歩するにはね、ちょっとね、時間もね、足りないです。ここでもう一回逃したらもうね、私、心もね、突き外れて、明日休んでしまいそうなんでね、これはダメです。このね、北方幕張駅ね、ここから、幕張から、大垣に向けてね、次はですから、17時22分発のやつで、またね、17時40分で、そこから、ストンと行けそうですね。よし。で、薄住温泉は、これは、薄住温泉は、一番最後の垂水駅から行ったらいいのかな。そう、温泉があるみたいじゃない。薬湯とかもや、4月は、今日は、特にあれですけどね、割引券の配布デーだったんだ。で、こんな感じ、その、入れ替わるらしい桜の湯とね、で、薄墨って言えばね、薄墨桜っていうね、有名な一本桜、ここはね、よくね、吉野行った時にね、千本桜をね、お話ししてますけど、ここは逆に、もう、でかい、一本の、樹齢千何百年っていうね、すごい大きい、薄墨桜っていうね、ちょっと、色が淡い、普通のちょっと桜とは違う独特のね色合いの、桜がありまして、この一本桜が売りですよっていうところがありますんでね。ですからこんな感じで桜でね彩ってます。まあ4月っていうのもあると思いますけどね。桜でですから桜の湯っていうのもあったりですよね。で薄墨の湯とね、ちょっと一回行ってみたいなと思うところですけど、行くまでが大変なんでね。いろんな案内も出てますね。幕張売りね、そうですね、古くから探しておいて、千倉明織田信長が朝廷の建造品として用いた記録も残ってるんでね。そうですね、そう幕張織ね、そう聞いたことある。で、新生活ね、公共交通電ってね、自動車税、そうだ、自動車税も来るよね。税金だけは安くなんねえもんね。ね、
ついね。でこれは料金は390円を用意しといて、払えばいい感じですね。で、北方マクワからこの後は三重市で、これもまた三重ですからね、気になるところではありますけどね。で、まあ、今度またね、ターミナルの企画、垂水鉄道で、来ようと思いますんで、今日はひとまずね、大垣までこのままおとなしく帰って、どうしようかな。美濃赤坂だけちらっと寄れたら寄りたいけど、ちょっと時間的にも厳しいかな。でも面白いですよね。駅舎も昔ながらな感じだし、ここ踏切で4号で4号ってわけでもないね。遮断機ないのね。へえ。あ、一応警報器もなる。へえ。でも結構言ってるうちに来るよね。うわあ、いい家じゃんこれ。もう急よくないですかこれね。まあ安全のためにあれなんでしょうけど、あの黄色いブロックのないこの白線の内側で待つ感じのザ・シンプルな駅、いいですね。そうそうそう、20分ぐらいだったらね、あの全然こんな感じで駅見て潰せますからね。これ何？は？ハツハツ収納箱。何？何の収納箱？ハツ？ハツハツ？ハツハツ？なんだろう？なんだろうね。発令ではないよね。なんかいろんなものがぶっ刺さってますね。よく見てみると。面白いな。なんかいろいろあるな。なんだなんだなんだ、何があるんだ。わかんないけど。で、元巣の幕場と。幕張売り広めたいっていう隊があるんですね。うわ、これなんかも行きたかった幕張駅。ありゃ、味あるな。で、それね、元寿司なんですね、ここはもう。うん。だいぶ色褪せてますけど、これでも逆にこっち側だったら、ほら、こっち側はあんま色褪せてない。火の向きの兼ね合いで、こっちの方が多分あんま火が当たらないですからね。面白いもんで。あの、光の兼ね合いだけじゃないですよ、これ多分。で、三重地にね、タイヤショップ早いのって聞いたことあるな。三重地もいいね。今度また、垂水鉄道は、ぜひ、ワンデーフリーパスかなんか使ってね、ぜひね、うちのチャンネルはね、やはり、鉄道を見たら、端っこに行きたくなる、性質がございますので。まあ、いいね、ここは。何これ、融雪装置操作版。あ、まあ、雪降りますもんね、こっちの方は。うわー、何、融雪装置あるんだ。だからあの スプリンクラーで、あの雪溶かすやつか、あるんだ。へえ、多分こういうとこじゃなくて、あの転鉄機のところらへんであるはずですよ。あので、幕張駅ホーム改修事業、これ改修したのが平成、あ、意外と最近だ、平成16年に改修してるらしいけど、いろんなところが協賛してくれてるみたいですね。ありがたい話ですね。若井ゆかり様、岐阜第一高等学校様、谷国村、村議会様ね、に、小林さんの助紹介様、勝山モーサス様に、経営サービス様ね、丸見建設様に、オリベの里様ね、で、ネオキャンピングパーク様に、元巣町商工会さん、ネオ村の商工会様もね、で、これを林青果店さんがね、花屋さんも出してくれてますよ。で、薄住徳さん様に、青山製材所さん、で、あとは個人様でね、薄井様、白井様、品川様、豊田様、土川様、ね、上土様、所様から、ね、高橋様、高井様、広瀬様、佐藤さん、
佐藤様からその他ご協力者様45名ということでありがとうございます、ね、こういった、皆さんの、ね、協力によって、ね、地方鉄道というのは支えていただいているなというのは、ね、日々感じるところですからね。いやしかしエモい、これなんてもうこの日何年ものだ、後から巻いたであろうこいつですら俺より先輩の可能性ありますもんね、もうこの釘なんて絶対うちの親父より先輩でしょぐらいのね、ねすごいな、これはすごいエモい。こんだけ話しとってね、それもちょっと傾いてる、ちょっと傾いてる気がする。いやどうでもない、いやいやちょっと傾いてるかどっちか傾いてるんだろう。わエモいっすね。22分発だから、あもうあと5分ぐらいで来るよ。言い方あれですけど本当廃線みたいですもんね。でもちゃんとねほら信号もね生きてますし、ちゃんと生きた駅なんですよね。これにしたって有効町すっごい長いですよね。ここ1両編成しか来ないっていうのもなんかすごくもったいない感じですけど、まあこれもこれで歴史を感じますよね。こっちの方がホームが高くなってて、高くなってるホームを使ってないっていうのも面白いけどね、でよくわからんのがあそこにあれ安全側線にしては位置がおかしいんですよね。普通安全側線は進行方向に向かってこうスーって作ってね、こうやって作るはずなんで、なんで手前に安全側線みたいなのがあるんだろう。あれかな、あじゃない、安全側線じゃなくてもう一つ3あ線路あるわ、ああるわあるわあるわ、なんかあれか、それこそだから側線があったんだな。へえ、ホームがあった感じはしないけどね、面白い駅ですね。なかなかないでしょ、北方幕張駅はないでしょ。これいいところ拾ってきたんじゃない。軽井鉄道は多分探せばあると思いますけどね、まあましてやね、あの意外と鉄道系チャンネルでね、こんなおっさんがペラペラ喋ってるね、雑談喋ってる動画っていうのは少ないですからね。あなんて言ってたら来るんじゃない、おお来るぞ来るぞ。これでもあれですね、あの入場切符とかないからあれかな、入ったら出てくるパターンかな、JR で多いパターンかな。ああ垂水鉄路初めて乗ります、いや楽しみだな。いやいやね、めんもない、ほらいいじゃないですかこの感じ、ゆっくりと列車がやってきますよ。すごいですね、あいい音鳴ってる、なんか名称線みたいな音ですね。おお来た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 、いい感じいい感じいい感じ、あ長いなホームが一両編成だけど、おおずーっと来て、さっきのが折り返してきたのかな、あれ元行きだったっけ、おお前乗り後ろ乗り前降りね、だから後ろが開くんだ、こっちでいいんだ、へえ乗ってこう、あっ整理券を取ろう、大垣行きです。